はい、どうもこんにちは、みつきです。ポケモン XD 闇の風ダークルギアやっていきましょう。めちゃくちゃ中途半端なとこから始まってると思うんだけど、まあ本当にね、ザ前回の続きっていう感じですね。前回そのニケルダーク島のなんか最終的な場所みたいなところにたどり着いて、その前でワズル戦があったんですよ。なんかね、特殊な形状の頭を押した変な服を着たおじさんのワズルと戦って、まあ無事にダークポケモンを捕まえたわけですが、ここもしかして入り口の最初入れなかったエレベーターに戻るとこじゃないかなと思って、そのショートカットがねできるとすごく助かるなって思って先進もうと思ったら、まあ捕まりましたね。戦闘員さんが来たね。おっと、もうお帰りか、この俺のもてなしも受けていってくれよ。これダークポケモン持ってるか持ってないかちょっとわからないですけど、持ってたらね、お持ちのダークポケモンすべて出してくださいね。僕が根こそぎ奪っていきますので。いなかったらカットだね。残念ながら彼はダークポケモンを持っておりませんでしたね。せっかくのね、おもてなし全カットになっちゃったね。残念だったね。で、ここで戻ってきて、あそことショートカットになるわけだ。ここが入り口ですもんね、最初のね。これでだいぶなんか行きやすくなったな、よかった。ここね、本当にね、長くて今までの経路ずっと進んでいかないとあそこにたどり着かないようになってるんですよね。結構それだけでも時間が結構かかっちゃってたんで、いや、ショートカットができるようになったのは嬉しいですね。じゃあこのままね、ちょっと、じゃあちょっと、あ、ここにもう回復マシーンあるじゃん。めちゃくちゃ助かる。ここ回復マシーンがあるね。ちょっと回復してっちゃおうね。はい、回復してまいりました。回復してる間に、実は数日の時を超えて、今別日収録になっております。時をね、超えてきました、みつきくん。じゃあね、続きやっていきましょうか。で、その、ワズル戦終わって、で、ここのエレベーターから降りて戦闘員さんが戦ったところですかね。ここがショートカットかなって言って。これで実際にショートカットが、まあ、できるようになったんですよね、きっとね。ここから登れましたね。よかったよかった。で、まあね、その、実は今一戦、この先のお月のあの人と一回戦ってきております。うん。まあ、これで刺してくれると思うんですけど、まあ、一回ちょっとね、ダークポケモンを取り逃してしまいました。で、今リセットして戻ってきたとこなんだけど、もうね、出した瞬間からもう、倒しちゃって、あ、やべ、やっちまったって思ってすぐにね、すぐに切ってない。すぐに、その、まあね、うん、やり直してきますって言ってやめたんだけど、その、せっかくだからね、どんなポケモンを使ってくるのかなって試しに戦ってみたの。結構えぐくて、こっちもすごくね、ギリギリな戦いだったんだよね。だからね、3体全部捕まられるかちょっとね、不安だね。ちなみにダークポケモン3体いましたね。3体もダークポケモン持ってんの、なんかやっぱ強いよね。あー、ちょっとね、気が重いんだけど、ちょっとね、挑戦していきますね。この人、アルドスさんっていう方ですね。よー、さっきぶりだな。皆さんも初めましてかもしれないけどね。いやー、怖い怖い。久しぶりだな、少年。私を覚えているか？アイオポートでお前を助けたことがあったな。別に気にしなくてよい。あれは人前でダークポケモンを使った馬鹿者を懲らしめただけだ。あの時点ではまだ、我々シャドウの計画が世に知れてはまずかったからな。あの時は、どこにでもいる普通の子供と思っていたが。まさかそいつが、シャドウにとって最大最強の存在になるとはな。話はここまでだ。ニケルダーク島まで来るほどの腕前、とくと見せてもらおう。いや、アルドスさん、マジでさ、口元が笑ってんの、ほんとなんか、強いよね。常に微笑みをね、称えて、もう、うん。
もうしかもあの立ち、あの佇まいでしょ、あの立ち姿はさ、強いものしか認められない立ち姿じゃないですか。もうさ、腕組んじゃってさ、もうさ、なんかスッとさ、背筋伸ばしてさ、このオオスバメがダークポケモンなんですけど、いやーもうなんか強いよね。あの立ち姿めちゃくちゃ強い。で、なんか、やっぱさ、すごいクールでかっこいいね、アルドスさんね。で、風鈴対策でガウガウを最初に出して、で、最初からイプシロンも配置して、もうここであくびを打ってしまって、ガウガウに噛み砕くをやってもらおうかなって思って。うわ、ダークハーフ、この技最悪なんですよ。この技で、さっきもその、さっきその、試しに戦った時に使われたんだけど、すべての、その、場に出ているすべてのポケモンの体力を、まあ、ぴったり半分にするというね、もう最悪な技ですね。ダークハーフ強すぎない？いやー、これ、あくびもできなかったんじゃない？嘘、さっきはダークハーフ使ってこなかったじゃん。別のポケモンがね、ダークハーフ使ってきてさ。あー、ちょっと、嘘、ちょっと最初からちょっと計画が狂ってるよ。ちょっとまずいな。これ、いけるか？ちょっと、すっげー不安になってきた。やばい。ちょっと今回も無理かもしれないな。でもちょっと今回は戦いながらちょっとまあお見せして、負けたら負けたで、まあもう一回やり直すんだけど、ちょっとね、こっから先本当に敵のレベルも強くて、この人6体持ってるし、このレベルだし、ダークポケモンは3体いるし、ちょっとね、戦いが本当に厳しいので、レベル上げが必要だと思うんですよ。なので、ちょっとね、レベル上げの時間がかかるので、ちょっとね、更新、動画の投稿が止まってしまう可能性があるっていうのは、ちょっとあらかじめお伝えしておきますね。もしね、動画上がってなかったら、あ、レベル上げ頑張ってんだなって思ってもらえると嬉しいです。いやー、もうここまで来ると本当にね、一筋縄ではいかないんですよ。キングドラあんまり噛み砕け効かないだろうけど、これはもうしょうがないね。あ、ダークハーフって反動がある技なんだね。やっぱそうだよね。こんだけ強い技だもんね。反動がないとおかしい。自分も体力削れるくらいじゃもうダメでしょ。オオスバメ、次ボール投げてみて捕まってくれるといいんだけど。うわ、冷凍ビームやめてくれ。どっち？どっち？うわ、マッシュ。耐えてくれた。よかった、マッシュ。冷凍ビームも結構ね、きついんだよね。これちょっとマッシュの方でメガドレインはあんま効かないかな。キングドラドラゴン入ってたよね、確か。水ドラゴンだよね。ドラゴン草あんま効かないもんね。あー、スカイアッパーとかでキングドラ倒せるかな。で、ガウ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 、ミネ打ちをオスバメにした方がいいのかすごい悩むけど、ちょっとまあボール投げようか。捕まってくれるといいなという思い、ちょっとオスバメに投げてみます。もうオスバメね、さっき一撃で倒しちゃったんだよね。オスバメさ、なんか攻撃通んないかなと思って、さっきグラッシーで嫌な音で防御を2段階下げて、なおかつ頭突きしちゃったんだよね。うわ、無事捕まってくれてよかった。ちょっとね、頭突きで一撃で倒しちゃったんだよね。あれはミスったなって思いましたね。うん。しょっぱな出てきたダークポケモンをもう一旦目で倒しちゃうっていう、そのね、最悪な流れになっちゃってて。あー、スカイアッパー無事キングドラに当ててくれたマッシュありがとう。で、このエレブーですね。エレブーもダークポケモンでございます。で、こいつもね、こいつも確かその、なんか、なんだっけ、もう、ダーク技が覚えられない。
横文字にね弱いんですよ自分。カタカナ語ねあんまり覚えられなくて、なんかダークハーフだっけ、なんか全部のポケモンの HP 半分にするやつ、あれね、エレブさっき使ってきたから、こいつダークハーフ覚えてるのは知ってるんだよ。こいつがなかなか厄介なんですよね、エレブ。これでヘラクレスも結構めんどくさいよね。虫格闘でしょ、ガウガウがこれ一撃で終わっちゃうから、あーでもね、最後の一体が本当にマジでめんどくさいから、これエレブ一回頭突きしといて、ガウガウをちょっと、フィオいけるかな、フィオに変えてヘラクロスできるだけ倒したいは倒したいけど、あでも倒さない方がいいかな、次のポケモン協力って考えると、あダークブレイクか、いやそれもでもね攻撃力高いんだよね、さっきフィオももうやばかったから、あーでも頭突きがいい感じだね、わあこいつ静電気持ってんか、うわーめんどくせえな、麻痺で動けなくなるかな、素早さはもっと下がったの、麻痺で素早さ下がってんのにもっと下がった、やばい、これ素早さ下げられるの結構痛いよね、でもなここはでももう一回頭突き、いやでもな倒す可能性あるの考えるとやっぱ怖いんだよね、ここでひよっちゃうから負けんのかもしんないけど、いやーフィオあと一発耐えられないよな、ダークブレイクもしフィオだとしたら、いやーもうどうしよう、めちゃくちゃ悩んじゃってごめんなさいね。なんかなかなかちょっと。ヘラクロスめんどくさいけど、いや、砂かけしたいんだけど、砂かけしてる間に倒されちゃうんだよね、フィオね。そうなってくると、ここでやっぱり一番欲しいのは、あくびなんだよね。あー、傷薬じゃない。ここは元気の塊をもう惜しみなく使って、イプシロンの瀕死を治す。元気になっといてもらって、どっち？あー、フィオ、あ、でもフィオ残ったんだ。残ってくれたんだ。ありがとう。あー。そして、うわ、こっちも耐えてくれた、ありがとう、うわマッシュもフィオも本当にありがとうな、本番で見せてくれるタイプだな。さっきカメラ回してなかったからね。なんか、やっぱね、やっぱカメラあるところで頑張ってくれる子たちだ、うちの子たちは。やっぱ、よく分かってくれてる。動画投稿してるものだよって分かってくれてる。でも、ここでもうさすがにマッシュきつそうだよね。マッシュきつそうだけど、ここは、ここ回復の薬使おう。麻痺も治るし、体力も満タンに回復するし、マッシュはちょっといてもらわないと困るから、マッシュに回復を使って、で、フィオをどうするかなんだよね。でもね、ヘラクロスを倒しておいてもらうか、残すかだね。砂かけ一回くらいできる？フィオごめんね。フィオごめんね。砂かけしといてもらっていいですか？申し訳ないです。ありがとうございます。いやーなんかね、やっぱ、ちょっとでも命中下げておきたい、かなって思うけど、ごめんね、フィオー。ありがとう。フィオありがとう。フィオ頑張ってくれたな。めちゃくちゃ好きだぞ。大好きだぞ、フィオ。で、ここでイプシロンを出そうか。でもなんかさっきよりはポケモン残ってるな。もうね、さっき一人でやった時に、もうね、だいぶね、瀕死になるポケモンが多くて、
でも最初の冷凍ビームあったじゃないですか。冷凍ビームで氷漬けにされたポケモンが2体出てしまってね、結構ねしんどかったんだよね。でしかも敵も強くて結構本当に殺されちゃって辛い思いをねしてきてて、マッシュはマッシュで一回ボールを投げるね。ハイパーボールを投げてエレブが捕まってくれたら嬉しい。イプシロンはちょっとヘラクロスにあくびを打っといてもらおうか。エレブはできるだけもうこのまま捕まってほしいなという思いがある。捕まってくれたら嬉しいんだよなエレブ。頼むよエレブ、捕まってくれよ、うちに来ておくれよ。うわーマジで来てくれた。いや本当にありがたい、本当にありがたい。エレブ好きになっちゃう、エレブ好きになっちゃうよ、やばい。で最後のポケモンカビゴンなんですよ。カビゴンのダークポケモンはやばいでしょ。もうそもそもカビゴンって強いポケモンのイメージが強いんだよね。いやーそれがもうダークポケモンになってきたということはもうねこちらのポケモン全滅ルートに入っちゃうも同じなんだよね。いやーカビゴン、いやーかわいい。カビゴンのアイコンの顔めちゃくちゃかわいい。カビゴンって顔かわいいよね。いやーでついに来たぞこれで。でもこうなってくるとヘラクロスはもう倒しちゃっていいんだよね。ヘラクロスを一回倒さなきゃいけないよね。スカイアパと続きどっちがいいかな。攻撃必ず当たるからやっぱり頭突きかな。でイプシロンはカビゴンにあくびをとりあえず打ってもらう。よかったカビゴンに打てた、よかった。イプシロンが一番この中で素早さ高いね今ね。よかった。もうマッシュ、そっか一回麻痺にもなっちゃったし、素早さあれか、麻痺は治ったからだけど一段階下げられたら、あ来た、この技は無理です。マッシュ今一瞬なんか動き、なんかそのムービー入るの遅かったからちょっとドキッとしたけど、固まったかと思ってびっくりした。あのねダークエンドが強力なんだよね。威力がめちゃくちゃ高くて、まあこっち多分一撃で死ぬ。そしてその使ったダークポケモン自身がまあ体力半分削られるね、反動でね、ステミタックルのやめちゃくちゃやばいワンみたいな技がダークエンドなのかな。でしかも食べ残し持ってんだよねカビゴン。なかなかにめんどくさいやつなんですよねカビゴン。しかもこれアリージョ出したけど、そうだよナイトヘッド効かないね。うん、どうすかな。ヘラクロスナイトヘッドでいけるかな。でイプシロンのしかかりでいけるか。倒しちゃうのがめちゃくちゃ怖いだけど倒さないよねカビゴン。結構耐えてくれるでしょ。お願いします。あ全然耐えてくれた、よかったよかった。いやあ麻痺しちゃった、寝ない、やばい、これは寝ない、やばいぞこれは、これは。あー焦るとこういう判断ミスをしますよね。いつも寝る前はなんとかかんとかしてたのに、これあよかった、今の HP から半分。あこれ意外と結構いい。あーでも回復しちゃった。意外といけるかって思ったのに、ちょうど赤になってくれたから。あーでもそうか、だとするともうさ攻撃しづらいな。電撃波耐えるかわかんないな。特防が高いか低いかがわかんない。もうねラッキーのことがあったから、もうなんかポケモン何も信じられなくなってるからね。自分のそういう判断はね間違えてるもんだと思ってるから認識。ちょっとこれはもうハイパーボールを投げます。これで捕まってくれたら OK だもんね。
そうすれば一発でこの収録が終わってくれるという、そのなんか時間的にもありがたいという、その僕のなんかさ勝手なそういうなんかあのね、こっち側の都合になっちゃうけど、お願いします、カビゴンさん捕まってください。いやー、アルドスのポケモンめちゃくちゃいい子か。あ、そっか、まだヘラクロス倒してなかったね。もう終わった気でいたけど、そうね、まだこの子倒してなかった。やばい。でもさ、あれ以上ナイトヘッド打ってくれるでしょ、これはもうお前はもう死んでいる状態だよね、もう大丈夫だね。いやー、倒せた、全部捕まえられた。あ、手持ちも結構生き残ったな。いや、なんかね、本当にね、さっき自分で一人戦った時本当にやばかったの、本当に負けるかなって思って、一発でいけた、よかった、何回も収録しなきゃいけないのかなって思ってたから、あー、いや本当にほっとしてる、いや本当にありがとうございます。まずい、このままでは。アルドスさん、対戦ありがとうございました。いやー、3体とも捕まった、よかった。本当によかった。やはり早いうちに倒しておくべきだったな。仕方ない。あとはデスゴルド総帥に任せよう。だが少年、これで終わったと思うなよ。私は諦めない。いやー、この人に至ってはさ、走らないっていうのがもう、なんか、つわもの感あって、すごくすごく解釈一致って感じだね。なんかさ、ザクスカとかが歩いてたりとかするのはさ、なんかめちゃくちゃ面白かったんだけどさ、なんか歩いていくのすごくすごく合っててよかったですね。あー、ちょっとセーブしますね。はい、今確認してまいりました。ちゃんと撮れてた、よかった。録画できていないっていうのがね、一番怖かったのでね、今ね、ちゃんと確認して撮れてるっていうのを確認してレポート書きました。ありがとうございます。じゃあね、今回ね、もうね、ここで終わりにしようかな。もうアルドス戦でね、だいぶね、時間使ったんでね。いやー、アルドスさん強かったよー。でも、一回ちゃんとなんかどんなポケモン使ってくるかっていう流れを見てたからこそ、対策して戦えてた感じがして、自分の中ではね、まあ良かったんじゃないかと思いますね。あっち、ちょっと気になるね。ちょっと回復してきてから、ちょっとあっち行ってみよっか、一回ね。はい、回復してまいりました。で、ちょっとカビゴンのそのポケモン情報を見てきたんだけど、まあ、特防の方が高かったので、あんだけ HP 減ってても、多分、電撃波くらいだったら耐えた気はしました。まあ、一発で捕まってくれたからよかったんだけどね。特防の方が高かったんだね、カビゴンってね。いや、そう思うとめちゃくちゃ強くない？だって防御、ね、あんなに効かなかったもんの、仕掛かりがね。まあ結果として麻痺は良かったのかもしれないね、捕まってくれたから。で、ここって通れるの？まだ通れないね、エレベーターのドアが開かないようだ。変化不回復してきたのに。まあでもここ最終的に何かどっか繋がるんだろうね。じゃあそれが分かったところで、今日はね、ここで終わりにしましょうか。いやー、アルドス戦、まるまる一本なりましたね。ありがとうございます。前回じゃない。じゃあ次回はね、もうね、頭が回んなくなってるね。ドキドキしすぎてね。この先だね。多分、いよいよデスゴルドと戦うことになるのでしょうね。それにあたって、まあ動画内でも言ったかもしれないんだけど、このポケモンのレベルだと、おそらく、耐えきれないです。というのも、デスゴルドが使ってくるポケモンは、もうね、本当にめちゃくちゃ強い。これ本当にゲームの始まる時の、まあ、オープニングっていうか、そのムービーが入るとこあるんだけど、まあダークルギアとかのさ、映像も流れるわけじゃないですか。ポケモンのレベルもね、一緒に乗ってて、レベル50、のダークポケモンなんだよね。それがね、どういうことを意味するかっていうと、もう見てくれてる方は分かってると思うんですが、このポケモンたちじゃ多分太刀打ちできません。特にダーク技も強力ですし、ダークエンドとかね、ダークハーフとかね、ちょっとね、やばかったでしょ。
なんか、本当にやばいポケモンたち使ってくるので、ちょっとレベル上げをするので、ちょっと修行の時間をください。ちょっと次回の更新がね、いつになるかちょっとわかんなくなるかもしれないんですが、まあ、いつかは絶対に上げるので、ちょっとね、楽しみに待っててくれると嬉しいなと思います。ではね、皆さん次回の動画でお会いしましょう。ちょっとなかなか、遠くなってしまうかもしれないんですが、その今まで過去の動画とか、まあ他の動画とか見つつ待ってくれると嬉しいです。ポケモン不思議のダンジョン救助隊 DX の動画とかも上げてるのでね、よければそちらも見てくださると嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。みつきでした。